諸君、死んでも生きる、その言葉を胸にこの一年過ごしてきた諸君。諸君らはこの一年何度も自分に問いかけたであろう。死とは何か、生きるとは何かを、その答えを知る方はあのお方だけ。さあ、その名前を叫び、その再来を歓喜と共に迎えるがいい。旅立つがいい。旅くま、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 旅くま。Oh,
になるぞ。生まれるのだ、そして滅びるのだ。死は誕生であり、誕生は死なのだ。海に風が吹けばそれは波に、雨が地に降れば花が咲く。警戒すでも見せてくれる。死は誕生、誕生は死。スリルで死の世界を堪能したか。私が腹からいなくなったハミクマはただの人形のように見えるだろう。それは違うのだ。今ハミクマはその魂と体が分離し、生と死のエネルギーの狭間にいるのだ。お前たちは感じるだろう。死がもたらす生のエネルギーを、体の中から支配される喜びを。生と死のエネルギーは
今ここでイコールになる。ハミクマのエネルギーは生と死、二つの世界をつなぐのだ。そして永遠を生きるのだ。
ちは勝利し続けているのだ。永遠という